はい、はい、クラクラです。今日はね、グリーンボトルブルーバードイーターの餌やり動画を上げていきたいと思います。前回の動画に比べてかなり大きくなってるんで、その辺も皆さんに見ていただきたいと思っております。それでは動画をどうぞ。はい、今現状でね、3匹、グリーンボトルブルーバードイーターの飼っております。4匹いたんですけれども、1匹ちょっと死んでしまって、今3匹飼ってますね。3匹いるんですけれども、まさかの全部メスの個体です。この種類は割とオスが出やすいって僕聞いてたんですけど、まさかの全部3匹メスでしたね。一応確認、脱皮殻で確認してるんで、間違いなくメスですね。こんな子です。ですね、まあ青い、タランチュラですね。背光が、メタリックグリーン、足が、ブルー、あと腹の方が、オレンジの綺麗なタランチュラさんですね。まあバードイーターなんでおとなしいですし、色も綺麗ですし、あと乾燥系のタランチュラなんで、すごく飼いやすい種類ですね。で毒性も弱いって言われてます。どうやって噛まれるのかわからないけど、誰か噛まれたことあるんですかね。まあまあバードイーターなんで基本的には、毒性は弱いはずですね。一応3匹います。この子もそうですね。出てこうとしてる、出てこうとしてる。まあまあ引っ込んでもらいましょう。足を詰めへんようにしっかり蓋をしてあげます。この子もいますね。綺麗ですね、やっぱりね。まあ3匹ともメスやって言ったんですけれども、もう1匹おった子もちなみにメスでした。だから4匹とも全部メスやという、まさかの事態が発生してましたね。それではね、ちょっとね、餌をあげていきたいと思います。まあね、餌やり動画っていうのはみんな、皆さん興味あると思うんですけど、ちょっと見てもらいましょう。それではいきますね。それではね、1匹目からいこうと思います。ちょっと食べるかどうか微妙なとこなんですけどね。食べましたね。一応食べてくれてます。ギビアの方食べてますね。加えて貼ります。こんなふうに。ですね、レッドローチの方が食いつきはすごくいいですね、この子は。ただ脱皮したてのギビアやと食べてくれます。普通のね、硬いギビア、脱皮して数日経ってるギビア与えても餌として認識しなくて食べないことも結構見られますね。こんなに綺麗な子です。はい、次行ってみましょうか。まず1匹目から。次この子に与えていこうと思います。この子はちょっとレッドローチ与えてみましょうか。食べてくれるとは思うんですけど、ちょっと拡大してみます。ああ、これ以上拡大できんのか。では、いきますね。運悪かったら、運悪かったら、レッドローチが出てくるんで、レッドローチ出てこられたら、さすがの俺も、さすがの僕も、かなわへんので、すが、まあまあ、皆さんに動画を見せるために、いきますね。食べましたね。
加えてはると思われます。ちょっと見せてもらいましょうか。ごめんね。あれ加えてない。加えてないですね。まあ入れてたら多分食べると思うんで、まあこのまま置いておきたいと思います。ちょっと残念です。皆さんにちょっと食べるとこお見せできませんでした。では3匹目いきたいと思います。この子ですね。まあもう出てこようとしてますね。ちょっと厳しいかな。これでも餌食べへんモードやと思いますわ。まあ動きはね、そのこのように見てもらったら分かると思うんですけど、すごいゆっくりな種類なんで、すごくおすすめできるタランチュラやと思います。青いタランチュラが欲しいなって言われたら、僕は間違いなくこの種類を押すと思いますね。あとサジマイブルーとかもいますけど、あれはもうね、ブルー一色のタランチュラなんで、まあまあおすすめなんはこの子になります。他にもポエキロテリアメタリカとか、あとエメラルドブルータランチュラ、エメラルドブルーアースタイガーかな、まあいるんですけど、あれはもうかなり凶暴なんでね、ブルーで毒性が低い、あと色が綺麗といえばこの子がおすすめなんかなと思いますね。サジマイとブルーのタランチュラって結構難がある種類が多いんでね、あの早い、極端に早くて凶暴とか、毒性がすごく強い種類がとかいるんですけど、まあ、この子はね毒性も大したことない上に、この程度見てもらうと分かると思うんですけど、こんなゆっくりした動きしかしないんで、まあまあタランチュラの1匹目、タランチュラ飼いたいっていう人の1匹目にはすごくおすすめできる種類やと思います。餌食いもねすごくいいんでね、今回はちょっと食べてくれないようになってますけど、帰ってもらいましょう。もうちょっとお役に立てなかったな、皆さんに見てもらえなかった。君はちょっとレッドローチだけ一応一匹放り込んどきますね。多分食べはると思うんで、レッドローチですね。まあ入れてたら多分食べると思うんで入れときます。はい、今回の動画は以上です。